はい、リターナーのプロボです。よろしくお願いします。今日はですね、今話題になってる2024年スーパーフォーミュラー参戦のですね、野田樹潤選手とあとスーパーフォーミュラーの件に関して語りたいと思います。よろしくお願いします。まあ私はまああのなんか年末かなんかの NHK のニュースかなんかで初めて知ったんですけど、野田秀樹選手かなの娘さん野田樹選手がですね、スーパーフォーミュラの、鈴鹿のテストを受けたというところの、まあ、テレビの模様を見まして、あのテストの模様だと、まあ、初めての、まあ、スーパーフォーミュラマシンで初めての鈴鹿で、だんだんタイムを詰めていって最終的にトップから 2.5 秒ぐらいかな、ぐらいの遅れまで詰めていったっていうのを見てですね、あれ結構早いなというふうに思いました。一部の、レース雑誌の、まあ、いわゆるライターの方ですね、まあ、全然ダメだなんて言ってたんですけど、私は大いな可能性を感じましたね、その時に。でしばらくしたらですね、スーパーフォーミュラー参戦ということで、チームと契約をしたそうなんで、2024年の、スーパーフォーミュラーに参戦が決定ということになりました。で当時は、女子高生レーサーということだったんですけど、今はなんか大学に入られたということで女子大生レーサーということになりました。でまあ、私もちょっと、ね、ずっとちょっとこの辺のですね、推移をちょっと追ってたんですけど、まあ、まあ、2024年のシーズン入ってですね、1回目の鈴鹿の、テストがあったんですね。その時にトップからですね、4秒ぐらいの差に広がってたんで、やはりちょっとどうかなと思ってはいました。あと、まああのまあ、雨の状況ということもあってですね、ヘアピンの手前のところで、スピードが大して出てない時にスピンしてしまって、まあ、ノーズとホイールかなを壊してしまったりとかしてたんで、さすがにちょっとまあ慣れてないところあるかなと思ってたんですけど、まあ、今ちょっとところ鈴鹿のですね第1戦の予選のところまででの結果でまあ見てちょっと話してるんですけど、鈴鹿のですね第1戦の予選はですね、トップからやはりまあ4秒遅れと、チームメイトからはいくつか 2.5 秒かな、3秒ぐらいだったかな、まあから遅れてたので、まあ、ジュー選手本人からするとですね、まだタイムアタックする前に、まあ、終わってしまったということだったので、まだわからない状況ではあるんですけど、ちょっと現状のタイム差だけ見るとですね、ちょっとまあ話題先行的になってしまって、私もかなり最初の2023年のテストの時はおおと思った、すごいなと思ったんですけど、まあ1年通してみないと本当にまだわからないなという感じではありますね。ただまあ、私はスーパーフォーミュラーと言っていいのかな、スーパーフォーミュラーの、女性が乗る女性レーサー、特に日本の女子レーサーが乗るっていうのは初めてなので、私の、過去の記憶だと吉川富子選手がいたんですけど、この方は確か日本では F3 までしか、乗ってなくてですね、まあ、今のマシンの方が、その吉川富子選手が乗ってた時よりも可能性があると思ってるんですね。女子レーサーが、成功する可能性があると思ってるんですけど、まあ、なぜかというとですね、まあ、これはどこのメディアも伝えてないんですけど、パドルシフトになってるってことですね、一言で言えば。
吉川富子選手の頃、昔のですね、マシンというのは、まあ、当たり前ですけど、パドルシフトではなくてですね、なんですか、この、肘シフトというんですか、いわゆるハンドルが一旦手を離してですね、ギアをシフトしなくちゃいけなかったんですね。でしかも、ハンドルは重捨てでですね、もちろんパワーステアリングじゃないですし、ギアだって硬いギアだってギアシフトの硬いギアもありましたからね。そうすると、まあ、高速コーナーとかですね、中速コーナー入るともうハンドル支えなくちゃいけないですからね、ハンドルタイヤは太いし、まあ、ダウンフォースは効いてますからね、当然ハンドルは重くなるよと。そうなった場合にですね、どうしても一旦片手運転にならなきゃならないという時はですね、まあ、筋力の、少ない、女性のレーサーは大変なハンデだったろうと思います。でもですね、今のスーパーフォーミュラはですね、パドルですか、両手を持ったまんま、ハンドルを持ったままですね、シフトできますから、多分あともう一つ言えば、パワーステアリングついてたはずだったと思います、確か。なもんですから、ブレーキの動力、足のですね、筋力さえなんとか、まあ、足の力はまあ手の力よりも強いですから、足の筋力でブレーキングさえなんとかなればですね、今のスーパーフォーミュラーの方が、昔の F2 とかですね、F3000 の頃よりは、G に対するですね、対抗力というものが、つきやすくなっている車だというふうに私は思っています。これはどのメディアも報じてないですけどね。だから野田潤選手のトレーニングとか見てても、両手で重いハンドルを持ってトレーニングしてますよね。だからあくまで両手を持ってハンドル操作を全てにおいてできる前提になってるから、だからパドルシフトというのは非常に大きいと思います。だからそれに関して、女性の筋力の劣る部分のハンデというのは一つ要素としては減ってるんですが、あとはまああと本当に1年通してみてですね、見てみないと何とも言えないなという感じではありますね。まあ、一般的に言ってですね、タイムが遅くてですね、マシンをクラッシュさせてしまうドライバーというのは、あまりいい評価は得られないですよね。チームとしても、修理費がたくさんかかってしまうし、タイムも遅いとなれば、シートを喪失するということに、まあ、なるので、だからまあ今はまだ何とも言えないです、何とも言えないですけど、1年通してみてどういうような、経過をたどるかということが非常に大事だと思いますよね。スーパーフォーミュラのチームというのは各チームみんなワークスではなくてですね、レーシングチームがですね、スポンサーを取って、ダラーラーっていうですね、マシンを買ってですね、それで、エンジンを供給してもらって、トヨタもしくはホンダから供給してもらってレースをするという、参戦形態ですから、あまりにクラッシュが多いとですね、当然チームの運営費に、負担がかかってしまうんで、だから、まあ、ちょっとまあ様子を見ないとという感じではありますね。2020年の、スーパーフォーミュラは結構あちこちの、メディアさんからですね、取材があったみたいで、結構注目も私も確かに近年まれに見る、メディアへの取り上げられ方だなと思って見てるんで、まあ、スーパーフォーミュラのですね、観客とかメディアの露出とともにですね、野田潤選手のですね、シーズン成績というのもちょっと注視して見ていきたいと思います。ありがとうございます。